ヒダ畑は、イグチに属する、キノコの一種。北半球に広く分布するが、欧州産の樹木の輸出によって、オーストラリア、ニュージーランドにも移入されている。古実体の色は茶色に近く、高さ6センチメートル、傘はロート型で、直径12センチメートル、傘の円は巻き込み、ヒダは、シゲ製型で柄に近い部分は、観光場となる。 ヒダを持つが、同じようなヒダを持つ、ハラタケ類でなく観光を持つ、イグチ類と近年である。1785年に、ピエール・ビュイヤールにより記載され、1838年に、エリアス・フリースにより現在の学名が与えられた。遺伝子調査では、パクスラス・インベルチューズは、単一種ではなく種複合体を構成しているようである。晩夏から秋に、温帯落葉樹林。 温帯信用樹林や緑地で見られる普通種で、多様な樹木と金根を形成する。この強制は、宿主の重金属吸収を減らすだけでなく、フーゼリアムはキシースポーラムのような病原体への抵抗性も増大させる。生殖によって、消化管の不調を引き起こすことは知られていたが、かつては、食用キノコとみなされ、東ヨーロッパ、中央ヨーロッパで広く食されていた。だが、 1944年にドイツの菌類学者ユリウス・シェッファーが中毒死したことで毒キノコと分かった。これは以前の摂取で悪影響がなかったとしても反復的な摂取で突然発症する可能性がある。毒性は致命的な自己免疫性の溶血によるもので、キノコに含まれる抗原が免疫系に赤血球を攻撃させることによる。これにより、急性人不全。 ショック、呼吸不全、破衆性血管内凝固症候群などの合併症が発症する。ウールヤード S1785 ドローイングオブ L ・アグリック・カンティグ1785年、フランスの菌類学者、ピエール・ビュイヤールによって、アガリクス・カンティグスの名で記載された。だが、正式発表された学名と認められているのは、1786年のオーガスト・ボーチによる、 アガリクス・インベル・チューズである。W. ジェームズ・ボルトンが1788年にアガリクス・アドセン・ディベスの名で記載した種も、インデックス・ファン・ゴラムによれば、本種のシノニムである。他のシノニムとしては、1821年のサミュエル・フレデリック・グレーによるオンフリア・インベルタ1844年のコットロブ・ルート・ビヒラ・ラビン・ホーストによるライムビス・インベルタがある。 現在の学名は1838年、金額の父として知られる、スウェーデンの博物学者、エリアス・フリースによるもので、彼はパックスラス族を立てて、本種をそのタイプ種とした。金類の分類学の始まりは1821年1月1日、フリースの著作の出版に伴うもので、これ以前に発表された名前はフリースによって、認可名と認められていなければ、まさなとならなかった。 そのため、コロンによって、認可名であることを示し、パックスラス・インベルチューズ・ FR とするのが正式な表記であった。だが、1987年の国際総類、菌類、植物命名規約の改定によって、学名の起点は1753年5月1日、カール・フォン・リンネのスピーシーズ・プラントラムの出版日となった。そのため、現在ではフリースによる認可は不要である。 その後、フランスの菌類学者、ルネメールによって、原竹類と、イグチ類の双方に関連する都ガとして、ヒダ畑かパクスレイシが建てられた。本種は、観光でなくヒダを持つにもかかわらず、ヒダを持つ原竹目ではなく観光を持つ、イグチ目に属するとされている。俗名、パクスラスは、ラテン語で、ペグプラグを意味する。種商名インベルチューズは、湾曲下の意味で、 傘の円が内側に巻いていることに由来する。英名には、ネーキとブリムキャップポワゾンパックスラスインロールドパックス、ポワゾンパックスコモンロール、リムブラウンロール、リムブラウンシャンタールなどがある。グレーは1821年の英国の植物小対応の中で本種をインボルブドネーブルストゥールと呼んでいる。生態、遺伝学的研究からは、本種は、 複数の類似した種を含む種複合体であることが示唆される。1981から83年に行われたウプサラ周辺での調査で金類学者ニルスフライズは相互に交雑しない3つの個体群を発見した。1つの個体群は新葉樹または根光林で、2つの個体群はカバの木に近接した緑地で発見された。 一つ目の個体群の個実体は単独で、柄は細く、傘の縁はあまり巻き込まないのに対し、他の二個体群の個実体は群生し、太い柄を持ち、傘の縁は強く巻き込み波打つこともある。だが、これらは一般的な傾向に過ぎず、これらの個体群を区別する明瞭な挙手的、微視的特徴は発見できなかった。バイエルン州で採集した標本の延期配列を、 分子系統的手法で比較した研究では、緑地、庭から得られた標本は、北米に分布するパクスラス・バーナラスに、森林から得られた標本は、ムクゲヒダ畑に近縁であるという結果が得られた。著者は、緑地の個体群は、北米から移入されたものであると推測している。ヨーロッパ産の分離株を用いた多重遺伝子解析からは、P ・インベルチューズ・センスラとは、 P. アブスキュロスポーリス P. インベルチューズセンスストリクト P. バリーダス未同定の一種の四つの遺伝的系統に分離できることが示された。宿主範囲の変異はこのうちの複数の系統で独立に頻繁に発生している。ヒダはシで成型である。茶色い木製のコマのような形態で、小実体の地上部は高さ6センチメートル程度になる。傘は最初は突型であるが、 その後中心部が凹んで、ロート型になり、円が巻き込む。色は赤、木、またはオリーブ色がかった茶色で幅42、幅4 2センチメートル傘の直径は1 5センチメートルを超えない。表面は最初は綿毛状であるが、その後滑らかになり、湿ると粘りが出る。若い子実体では、傘と傘の円が膝を保護している。膝は細くて、 高褐色で、シデ性型で分岐しており、イグチ類の観光のように肉から容易に剥がすことができる。ヒダは柄に近づくに従って、不規則な網目状となり、イグチ類の観光に類似する。傷つけると、暗い色に変色し、古い標本には、暗い反転が現れることがある。肉は、黄みがかって水分が多く、わずかに酸味、鋭い匂い、味があり、 調理することで良い風味がすると記録されている。柄は短く、傘と似た色で曲がることがあり、基部に向けて先細りとなっている。胞子胞子門は、褐色、胞子は、楕円体で長径7.59マイクロメートル、単径56マイクロメートル。ひだは細い糸状の円、がは、シスチジアを持ち、長さ4065マイクロメートル、幅十点五マイクロメートル程度になる。 茶色であることと、ロート型であることから、多少の毒性を有する、チチタケ属の種と混同されることがあるが、乳白色の浸出液を分泌しないことで、区別できる。ウグイスチャチチタケラクテリアストゥルピスとよく似ているが、この種は、暗いオリーブ色である。北米で見られるパクスラスバーナラスとは、ホシモ紋の色が暗い、柄が太い、ポプラの下に生育する、などの点で、区別できる。 ムクゲヒダ畑ピーフィリメントススと本種はさらに類似しているが、この種は稀で、ハンの木キの下にしか生育せず、傘の縁に向いた平たい臨辺を持つ、肉は単黄色で傷つけても、わずかにしか褐色にならない、傷つけても変色しない深い黄土色のヒダを持つ、などの点で区別できる。ヨーロッパにおいては、かつて本種と同種だとみなされていた二種が存在する。 パクスラスアブスキュロスポーリスは本種より大型で、傘の直径は40センチメートルに達し、円は最初は巻いているが、時間とともに平たくなる。柄は先細りになり、基部をクリーム色の菌糸が覆っている。パクスラスバリーダスは紅葉樹林や緑地で見られ、直径20センチメートルに達し、柄の太さは上部と下部で変わらない。ひだ畑を含む、 ヒダ畑属の種は、根状菌下場に存在する、結晶物の長さが0.5マイクロメートル以下で、あるのに対し、パクスラス・バリーダスでは2.5マイクロメートルに達する。多くの針葉樹や落葉樹と、外金根を形成する。栄養要求が特殊ではないため、宿主得意性が低く、研究や植樹によく用いられる。この金根は宿主にも、利益をもたらす。 本種を P ニュースレシノサの浸出液で培養した実験では、病原性のカビであるフーゼリアムはキシースポーラムの増殖を抑制することが示された。苗木に本種を摂取した本種は抗菌物質を作り出し、宿主の根腐れを防いでいるのかもしれない。また、重金属のような毒性物質の吸収を減らし、宿主への毒性を軽減する効果もある。例えば、 本種はヨーロッパ赤松の苗木に対するカドミウム、亜鉛の毒性を軽減する。カドミウム自体は菌根の形成を阻害するが、菌根はカドミウム、亜鉛の根への移送を減少させると同時に、亜鉛の移送割合を変化させることでカドミウムを根に止め、植物体全体の代謝経路への侵入を妨げる。下毒気候には菌の細胞壁にカドミウムが結合すること、 液法に蓄積されることが関わっていると考えられる。さらに、金根は、銅、カドミウムなどにさらされたとき、金属を結合する低分子タンパクである、メタロチオネーンの生産量を急速に増加させる。本種がヨーロッパ赤松の根に存在すると、根に付着している細菌が減り、代わりに菌糸に付着するようになる。また、細菌層も変化する。 1997年のフィンランドでの調査では、菌根が存在しないとき、ヨーロッパ赤松の根の細菌層は、有機酸やアミノ酸を利用していたが、本種の菌根が存在するときにはフルクトースを利用していた。また、本種自身も土壌細菌から利益を受けている。本種の成長時に排出されるポリフェノールは、そのままでは本種の成長を阻害するが、 この物質を細菌が分解することで再び成長することができる。また、細菌が作り出すクエン酸やリンゴ酸のような物質も本種の成長を刺激する。ドイツ、ウルムで発生した古実体本種は極めて豊富であり、北半球の広い範囲で見られる。ヨーロッパだけでなく、アジアではインド、中国、日本、イランアナトリア半島、北米でも、 同じように、広範囲に分布し、アラスカ州中心部のツンドラ地帯、コールドフット近郊からも記録がある。グリーンランド南西部では、川の貴族の姫カンバ、ヨーロッパだけカンバ、ベチャラ、グランドロザなどの木の下で採集されている。ヨーロッパの新葉樹林でも普遍的に見られるが、欧州シラカンバとも共生する。森林内では、湿った場所や、霊場の場所を好み、石灰室の土壌は嫌う。 また、ヨーロッパでは、ニセイロ代わり、北米の太平洋岸北西部では、山井口やラクテリアスプランビウスに隣接して、生育することが記録されている。ラクヨウ、新葉樹林どちらでも見られ、主に都市のアメリカシラカンバの下で見られる。植林されたラジアータパインの林で生育できる数少ないキノコの一つでもある。フィンランド北部、 オール周辺のヨーロッパ赤松林での調査では、本種は他のキノコが減少するような高度に汚染された土地でもよく生育することが示された。汚染の原因は、生死工場、肥料、暖房、交通であり、松の葉に含まれる、硫黄分によって測定したものである。芝生や古い牧草地に出現する。古実体は、切り株周辺の腐食した木の上に生えることもあるが、 一般的には、地面から直接生える。小実体は、晩夏から秋に出現する。デビッド・アローラは、カリフォルニアにおいて、晩秋から冬にカシや松の下に出現するフォームと、秋にカバの木の下に出現するフォームを区別している。幼虫の餌として小実体を利用するカブトムシやハエも、いる。また、育ち地目に寄生する菌類、アワタケヤドリハイポミセス・クリススパーマスの寄生を受ける。 規制を受けると、最初は白い甲を吹いたようになり、成熟とともに、黄金色から赤茶色に変化する。オーストラリアの金類学者、ジョン・バートン・クレランドは1934年、南オーストラリア州において本種が、カラマツカシマツカバの木などの移入樹木の下に発生していることを記録しており、その後ニューサウスウェールズ州、ビクトリア州、西オーストラリア州でも記録されている。 ニュージーランドにおいても、輸入されたカバノキハシバミから発見されている。近類学者、ロルフ・シンガーによって、同様の状況が地理に輸入された樹木からも、報告されている。これらは、輸入された樹木に付着した土が原因のようである。フォールサムで採集された、標本イギリスのガイドブックでは推奨されていなかったが、第二次大戦までは、中央ヨーロッパ、東ヨーロッパにおいて広く、 食用とされていた。ポーランドでは酢漬け塩漬けとして食べられていた。生殖すると消化管刺激性があることが知られていたが、加熱すれば過食であると考えられてきた。だが、1944年10月に、ドイツの金類学者、ユリウス・シェファーが本種を食べた後に死亡し、毒性が疑われ始めた。シェファーと妻が本種を用いた料理を食べた後、シェファーは嘔吐、下痢、 発熱などの症状を示し始めた。症状が悪化したために彼は、翌日病院へ行ったが、腎不全により17日後に死亡した。1980年代半ば、スイスの医師ルネフラメールは、本種に含まれる抗原が赤血球に対する。これにもかかわらず、1990年までガイドブックは、本種に関する警告を掲載しておらず、ある。 イタリアのガイドブックは1998年まで本種を食用と表記していた。この自己免疫性溶血は比較的稀であるが、本種を繰り返し摂取した後に発生する。発症する1回前の摂取では、軽度の胃腸症状が見られることもある。これは純粋な毒性物質ではなく、キノコ内の抗原によって発生するため、厳密にはアレルギー反応と言うべきである。 抗原の構造は未知であるが、結晶中の免疫グロブリン G を凝集させる。継続的な摂取によって免疫複合体が形成され、これが赤血球表面に付着することで溶血が起こる。中毒症状は急速に現れ、まず嘔吐、下痢、腹痛に伴って血液量減少が起こる。その直後に溶血が発生し、乏ぼし尿、血色素尿症、貧血に至る。 臨床検査では、ビリルビンとユーリヘモグロビンの増加、ハプトグロビンの減少が確認できる。溶血により、急性腎不全、ショック、急性呼吸不全、破臭性血管内凝固症候群などの様々な合併症が引き起こされる。この合併症は重篤なもので、死者も報告されている。解毒剤はないため、全血球数、腎機能、血圧、電解質、 体液平行を監視、補正することによる指示療法が行われる。コルチコステロイドを用いることで溶血を防ぎ、合併症を減らせる可能性がある。血晶交換によって免疫複合体を取り除くことでも天気が改善する可能性がある。また、腎機能障害、腎不全が発生した場合には血液透析を用いることができる。 染色体を障害する物質が含まれることも分かっているが、発言性、変異原性があるかどうかは不明である。二種のフェノール類が同定されており、それぞれインボルトン・インボルチンと呼ばれる。後者は本種を傷つけた際に、茶色に変色する原因であることが分かっている。日本における古い文献では、無毒だが、食不適と記載されていたが、比較的、 新しい近年の文献では、ほとんどが有毒扱いとなっている。ありがとうございます。